What's up, my homies? It's Hina here. おはようございます。まあ、朝はお決まりのあゆで目覚めます。はい、頑張れー。おい、てめえ起きろ、これ。朝はね、まず一服します。もうこれをしな、体は動かん。そう、最近毎日朝の5時に起きるようにしてます。まあうちは前までひどい時とか、なんか夕方まで寝ててんけど、最近ちょっと新たな挑戦というか、目標ができて、それを達成するために頑張って起きてます。これはちょっと動画のもっと後半でシェアしていきたいと思います。おはようございます。はい、朝一、とりあえず顔を洗います。生き返りました。今日も頑張ろな。はい、ブレックファストタイム。まあうち基本朝ごはんは、まあそうやな、結構簡単なもん食ってて、まあ基本ビタミン E とビタミン C、 あとまあアイコス3本ぐらい、あとは熱々の、コーンスープを飲むのが好きです。次にするのはコメント返しと、みんなが動画に書いてくれる日記とかの文章の添削です。うちの動画見て英語が楽しく思えたとか、継続できるようになれたとかっていう声を聞くと、もうマジで嬉しすぎる。みんな、ほんまにありがとうございます。たまに文章の添削とかちょっと遅なっちゃうねんけど、全部読んでるし、全部返します。やからみんなも英語で文章を書くのチャレンジしてみてください。せえへんやつは根性焼きです。あー、こいつ眠気が来て寝てますね。お前二度目は根性焼きやぞ。はい、着替えてテーブルへ移動して、まあ YouTube の編集をしようかなって思ってます。 Let's get to cooking。 そう、最近このモニター買って2画面で作業できるようになるから、まあ編集もしやすくなったし、あとこの時間帯によく企画のこととかも考えます。あー、ちょっと編集に飽きてきたから、学校の課題でもやろうかな。もうすぐ11時やから学校行きます。今日一限だけやからクソだるいねんな。濃すぎるかな。まあええわ、行ってきます。はい、今歩いてます。もうリアルに三田駅からさ20分ぐらい歩いてくるけど、割とってさ、でも到着しました。行ってきます。大学に到着しました。図書館です。はい、大学が終わったんで仕事へ向かいたいと思います。まあ、うちの仕事は英語を教える仕事やねんけど、まあ今まではその知り合いとか身内とか知り合いの紹介のみで個人的に人を集めて、まあ英会話スクールみたいなのやっててんけど、でも YouTube 始めて結構全国からいろんな人にうちから英語を教わりたいですとか言ってもらうことが増えたよね。だからここ2ヶ月は知り合いのオフィスをちょっと貸してもらってて、そこでよく仕事をしてます。よし、お疲れ。おつ。よし。はい、皆さん、これ葵先生です。 Hey, what's up guys? This is Hina's channel. はい、まあ葵先生こんな感じやねんけど、葵先生めちゃめちゃ優秀でね、英語。 No, no. どこ住んでたんでしたっけ？ I used to live in Kentucky. Kentucky? KFC のケンタッキーフライドチキン、ケンタッキー州に住んでました。すげえな。そうそう、めっちゃ優秀なんです。で、葵先生、今日はどんなミーティングをしてますか？そうですね、今日はひなキッズのために、うん、世界一わかりやすい文法法、うん、それを探っていきたいと思います。行きましょう。はい、頑張りましょう。よし。
gosh, man, I keep on telling you. What? Smoking's bad for you, dude. No, it's not. Yes, it is. This is not smoking, this is IQOS. It's the same thing. これは doesn't kill. Yeah, 一緒です。一緒じゃない。一緒やって。全然一緒。一緒やって。You need to stop smoking. 終わった。今。I will do 禁煙。禁煙。うん。わかった。わかった。禁煙な。OK。Promise me.もう15分だけ15分だけって言い聞かせてんけど、まあ結局1時間ぐらい打ってましたね。はい、その結果は負けました。あの台さ、さすがに根性焼きすぎやろ。小銭ねえかな。少しでも金回収したいのにな。来ました。いやー、負けた日の足取りは重い。あ、そういえば水も買ってたんで、アマゾンセールで買った水も重い。腹減ってきたからご飯作ろうかな。 Alright, let's get to cookingI have an onion here, potatoes, carrot, and broccoli. I also have chicken here. And now we're gonna get to cooking. Guess what I'm gonna make? Ta-da! Curry. Huh? やってもうた。カレーのルーを買ったと思ったらビーフシチューのルーでした。うわぁ、やってるわこれは。え、待って、でもさ、カレーにブロッコリー入れへんか。でもビーフシチューやのにチキンやしな。どうする。待って、カレーあった気がする。あった、 I found it, you guys. I found it. 皮を剥くっていう英語って意外とみんな知らんよね。 Peeling って言います。これ Peeler って言います。 I'm peeling the potato. I don't know why I decided to cut the potato before peeling it, because now it's justharder to peel it. Fuck! 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 Mm-hmm. Fuck! はい、今、じゃがいもの根を取ってる。正直、英語でなんて言うかわからんから、こういう時は即調べる。ああ。じゃがいもなどの野菜の芽は、アイって呼ぶねんて。だから、じゃがいもの目やったら、potato eyes。potato eyes。やから、目を取るっていう表現は、take off the potato eyes。って表現するらしい。なるほどね。ちなみに、このブロッコリーの茎。ここね。これは stem って言います。あー！危ない危ない。包丁落としたぐらいやった。あ、落としたんか。Okay, I'm peeling the carrots. あ、違う。Carrots, 一個のキャロットやから、I'm peeling the carrot. I'm peeling the carrot. バリうまいねんけど。I'm cutting the onion. Now I'm going to turn on the fire. I'm gonna put the vegetables inside. Ah, onions first. I'm gonna put the vegetables inside now. 入れてなかった。あ、危ない。今髪の毛行くところやった。見た今の、なんか
髪の毛から煙出てた。えぐいってもう。主婦募集中でーす。I think I kind of burnt the onions a little bit. But it's okay. We're gonna put the meat in. One piece of chicken. Okay, I put the meat in. Ah! Fuck. そういえば、煮込むって英語でなんて言うかわからんから、こういう時も即調べます。あー、煮込むは simmer、simmer って言うんやって。boil は沸騰やねんけど、煮込むは simmer。だから、これ沸騰したらなんか止めろみたいなの書いてあったから、I'll simmer the ingredients, but then I'll stop when it starts boiling.いや、こうやってさ、実際やりながらさ、英語覚えてったら、なんか楽しくない？なんか普通に本読んでるよりさ、実際自分がやってることで、え、わからんってなったら調べて、そこでアウトプットこんな感じでした方が、絶対頭にさ、定着しやすくなるのわかる？ I'm going to remove the scum. さっき調べてんけど、アクを取るは、scum。remove the scum って言うんだって。なんか悪というかさ、焦げが浮いてきてんねんな。はい、カレーのルー投入。美味しそうなカレーライスじゃないわ、カレーうどん出来上がりました。いただきます。そう、いただきますって英語でないんよね。なんかグレイスみたいな感じで言う人はいるらしい。で、なんかめっちゃ映画とかでたまに出てくるかもしれないけど、なんかクリスチャンの家族がみんなテーブル囲んで手取ってなんかお祈りを言うんよ。まあ、ほんま家庭によると思う。うん、でもうちがその周りとかに聞く限り、なんかいただきますとかは特にやってないところが多い。北米はね。ちょ、冷えるから食べるわ。うん。うまい。そう、普通の方やったら、まずカレーライスが出て、で、余った分を次の日の昼とかにカレーうどんにして食べると思うんだけど、なんかうちの家族はみんなカレーうどんが好きなよね。だから絶対夜にカレーうどん食べて、次の日に余ったやつをお昼にカレーライスにして食べるっていう、ちょっと逆やねんけど、なんかうちはずっとこれが好き。寝る準備ができたら、最後に今日の出来事と自分の目標をジャーナリングします。もう大変な悲惨な一日やってんけど、なんかこの時間をホッとすんねんな。ジャーナリング、これみんなおすすめやからマジでやった方がいい。した方がいい理由とか、英語で文章の作り方はこの動画で説明してるから、ぜひ見てや。ベッドへダイブイン。今日はもう寝ます。おやすみ。よいしょ。Good night, sweet dreams.最後まで見てくれてありがとう。See you guys!